はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2019年8月23日ですか、金曜日ね、出荷日なんですけども、こんな天気ですね。このところなんかまた梅雨に戻ってきましたよね。秋の長雨というにはちょっと早いわけですけどもね。普通9月入ってね、しばらく9月入って頭から中旬下旬にかけてね、雨降ること多いんですけどね、あの一気の猛暑がここ1週間ぐらいどうですか、こんな感じの天気でね、まあまあ、ちょうど今ね、苗の植える時期、入っておりますんでね、いいっちゃいいんですけどもね、それはそれで、ね、暑くならないと野菜はできないっていうのはあるんですけども、雲の動きが早いね、だからやっぱり雨がちの天気でね、パラパラ来てるんですけども、まあそんな中収穫してますが、だからこの天気だとね、こう無理にこう黒寒冷車をね、貼る必要もないかなってあるんですけど、まあわかんないです、まだね。活着したらね、ちょっと早めに、剥がしてあげなきゃいけないですね。まあ、キュウリがもう爆発、秋のね、ラスト2番手、後ろから2番手あたりが、今最盛期を迎えてます。ね、もう何コンテナも取れるんですけどね、ちょっと取りきれないんで、ちょっと抑えめにしてみまして、ちょっともう大きくなってきてるので、ね、もう収穫して、3本に1本ぐらいはね、大きすぎるやつがどんどん廃棄捨てていきますね。まあ取りきれないんでね、これだけわーっと、まあこういう感じでね、わーっとこう何て言うんですか、キュウリがこうこうと、台風に対してもね強いんですよね。ここまでいけばまあまあ、これから9月多分10月と台風1個2個でかいやつが来ると思うんですけどもね、こうなれば安心とは言わないですけど、まあ風には振られてしまうんですけれどもね、まあ大丈夫です。さあそんなことで、もうナスも後半がね収穫、後ろの番手がボコボコできてきて、今日はね、緑のあの白丸ナス、そしてこの長いね麻婆ナスってやつですね、紫の長ナスは今日は普通の縦の黒いやつじゃなくてこの紫の麻婆ナスで、この丸ナスですね。丸ナスは一つはこのこじゃれ系って呼んでるんですが、今から収穫しますか。こじゃれ系のナス、そして千両、そんな感じで4種類、5種類になるんですか、まあそんなこと組み合わせてね、またナスはね今年はまあまあ、前半はあれでしたけども、ようやくここに来てね、まあまあ、取れてますね。さあそんなことで、ちょっとそのこじゃれ系といった、これ名前なんて言ったかな、某中原のね、いろんなねカリフローレで言う、一躍、その名を轟かした某中原種苗さんのねだと思うんですけども轟かしてるような、なんとかトルコってやつですね、この系のやつですな、がようやくいい大きさになってきました。こんな感じですね、上げてトルコだったかな、はい、まあまあまあ、私はいつもこの辺のやつは、特にこのフレンチ系イタリアン系というナスはね後半に引っ張るようにしてます、ああいい大きさですね、はい、こんな感じね、はい、これだったらもう1個で十分っていう感じですけどもね、もうこの時期はねナスがずっと出してますからね、だからまあお客さんもね飽きてるんですよ。ただお客さん飽きてるっつったってね、夏ナス出さないとどうすんだって感じで、まあだからねこう手を変え品を変え、やっちょるわけです。まあ美味しいですからね、ナスはね和食洋食そして中華、和洋中どういったやり方でもいけますからね、本当にあの素晴らしい野菜の一つ、そしてナスの栽培に最も必要なものは湿気でございますね。高温多湿の日本には最も向いた野菜でございます。対してトマトはね湿気がアウトでございます。ですから本来ね日本で作るのはやっぱり難しい野菜の一つなんですね。ねいつもいつもそれを言うわけですが、しかし日本人は日本の人はね夏といえばトマトなんですな。ということでねそこで、セット野菜は苦しむということになるわけですけども、よいしょ、まあまあ綺麗に仕上がってますね。まあ、バジルがねもう出荷、さすがにねバジル何週も出荷収穫出荷
それではちょっとお客さんに対してもね、もう悪いので今はね出荷しません。そうするとこうやってねはっきり言って収穫の邪魔です見にくいですね、バジルね。ただまあそのおかげでまあなんていうんですか、バジル、まあコンパニオンプランツで確かに今もうねここ一歩入ればバジルの香りがしてね、どういうんですか、虫除けにはなってるとは思いますが、だからといってねバカバカできるかというとそうでもないです。だからまあコンパニオンプランツっていうのはねどちらかというと栽培というよりもね作付けの方ですよね。輪作とかでやっぱり前作何を作ったとかでやっぱり土壌の方のね影響の方が大事になってきますよね。だからやっぱ相性というコンパニオンプランツというよりも相性の問題ですよね、これの後にはこれを作るとかね、そっちの方がやっぱり栽培的には大事ですよね。こうやってこうなんか地上部がねどうのこうのっていう、もちろん全然ね効果がないわけじゃないですよ。実際虫食われてないですからね。まあだからといってやってないところも食われてないかっていうそんなことないです。まあまあ時期の問題でしょうか。こういうものっていうのはね家庭菜園の方なんかでも結構まめにおやりになっている方いらっしゃいますけども、ある程度の量を作らないとね、まあ一株何株ぐらいで周り全部例えばナス一株にこういうバジルでね10株ぐらいで囲ってね完全に囲ってしまえばそれはねまあ効果はあるとは思いますよ、だけどまあそういう話でしてね、何百株っていうねナスの株に対して、どんだけやれば効果的なのかっていうのはまあまあ、だからマリーゴールドをすき込んだりとかやっぱりその土壌の方がね土壌の微生物に影響する方が大きいかなというふうには思います。もうちょっと太らしてもいいですね。この大きさこの辺はちっちゃいですもんね。もうちょっと太らしてから取りますか。これぐらいがいいですね。よいしょ、これぐらい多分適期なんでしょうな。これぐらいね、はい、よいしょ。まだまだ他にね丸ナス、カモナスありますんでね、そっちの方とうまくねこう組み合わせての出荷となりますか。今年そろそろねもう葉境を意識する作付けになるんです。かぼちゃがねもうそろそろ、かぼちゃ類がね今日はそうめんかぼちゃ、もう栗かぼちゃ終わりました。そうめんかぼちゃとコリンキーになりますので、ずっとね2種類ずつかぼちゃ出荷してきましたけど、そろそろ息切れという感じですね。まあこの後ね例年ですと白系かぼちゃですね、まあ、早ければまあ8月真ん中ぐらいで収穫始まるんですけど、今年はもうさっぱりでございましてまあしょうがないですね。今年はもう他の人、本当他の作ってらっしゃる方どうです、私今年雪化粧かぼちゃとカチワレというね、白系保存かぼちゃ、まあもう毎年ね1000株近く作るわけです。今年はちょっと抑えて合わせて5、600かな。本当ざっと見たところほとんど実がないですよね。できてるしますって話ね。もしかして後半戦引っ張った人はできてるのかも。僕みたいに割とね早めに早めにちょっと植えたりすると、今年は特に前半戦というか早めに植えたね雪化粧かぼちゃは1個も実がついてないですね。どういうことなんですか。ただまあ何回かはね2、3回に分けてね後半引っ張って収穫できると思うんですけど、よいしょ。まあちょっとこのナスもね取りきれません。取ろうと思ったらまだまだ取れますがね、そんなにナスばっかり入れてもねまたまた、ね、お客さん困っちゃうんで、実際ね本当にナスをたくさん入れて、実際おやめになる、もうナスばっかりだから主人からは、もう勘弁してくれと言われましたっていう風にしてねおやめになっている方実際何人もいらっしゃいますんでね、過去にはね、その辺はねたくさんできたからといってたくさん入れればいいという商売でもありませんね。難しいところでございます。あくまでも消費者の方がね満足しなければ意味はない、そういう商売ですね。よいしょよいしょよいしょ、まあまあですか。よーし、虫が、はい、以上で、前半戦のナスの方に後でね収穫しに行きますと。さあそんなことでナスの収穫、今日の動画はね、今日はねあれなんですよ、嫁がね、いませんで、実家に帰ってね、夏休みということで、何ですか夏休みって、結婚したばかりのね、1年目のど素人の嫁がですね、夏休みを取ってですね、私はもちろんそんなものは存在しないわけですけども、
実家に帰ってですね、ゆうゆう二度寝三度寝をかましとると、聞いてるか嫁を、聞いてるか、見てるか、俺は仕事してるぞ、仕事してるぞ、あなたのためにね。今日動画アップしたらコメント入れてくださいね、コメント入れてください嫁をね、あなたありがとうと、あなたのおかげで私は二度寝三度寝実家でできてますと書き込むんだ、そして1日の間に再生回数上げるために今日1日であなた自身が100回以上見てくださいね。これも お仕事のうちでございますそんなことでね、雨が降ってきそうなそんな天気の百姓農園の動画でございました。ナス撮ってましたね。はい、以上です。